こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日はいつもの撮影と違って、デモありブーケレッスンというハッピーカムのレッスン生が目の前にいる中で、YouTube 用の動画としてもレッスンの風景を撮らせていただきたいと思います。初めての試み、さあ緊張しますね。今日はこのね、秋の入り口に出てくる、アナベル、もう夏の終わりっていう時期に出てきますアナベル、そして、パンパスグラス、穂がとっても綺麗ですね。そしてエキナセアのサマーホワイト、白色なんですが、トップがちょっと黄色い、軸が見えていてとても可愛いです。 NF ラベンダー、リシアンサスの NF ラベンダー、はい、さっき言いましたね。何でしたっけ、中曽根フリンジラベンダーです。信州の生産者さんの、フリフリが特徴の、リシアンサスですね。とっても綺麗です。セダム、そしてリコリスで、ここのねリコリスは、花粉がなんて言うんだろう、ちょっとボルドー色なのでとっても綺麗なんですね。ですのでその花粉をわざとつけたままブーケにする、アレンジにするっていうのもとっても素敵なんですが、お客様のもとであるとかご自宅で飾っているときに、この気温、もう今日も37度まで上がってますので、一気に花粉がコーナーを吹いてしまう。そうするとお洋服だったりとか床だったりっていうのを汚してしまう可能性がありますので、撮影用だったりとか、もしくはご自宅用で、その色合いもとっても綺麗なので、本来であれば花粉をつけたまま楽しんでいただきたいなとは思うんですが、この猛暑の中は必ず取るようにしましょう。そしてスモークグラス、まだまだ暑さが残ってますので爽やかに入れていきます。ベビーハンズ、そして風船カズラ、最後にタフッと入れていきたいと思います。はい、ではデモありブーケレッスンはいつも生徒さんの前で、束ねておりますので、今日もいつも通り束ねていきたいと思います。はい、まずこのねアナベルも綺麗な形のものから、こういう風に少し押されてしまって、出荷されている時にアナベルのお花同士がぶつかってこう形が崩れてたりするんですけれども、花束の時にはこれをギュッと持ち上げてあげて、しっかりと丸くしてあげる。このままベトッとお花を合わせていってしまうとどうなりますか、潰れていきますよね。なのでしっかりここホールドしていってあげましょう。持ち上げて、こう見る面積よりもこう見る方が大きくなりますね、緑の部分が。はい、しっかりとこの辺り使っていきます。そして本当はこの方がとっても綺麗なので、長く縦長のスタイリッシュなブーケもすごく素敵だなと思っていたんですが、どんどん気温が上がってます。その時々の、状況に合わせて、サイズ感であるとかより長持ちするように考えて束ねていっていただきたいと思いますので、大きく作りたい方は今日大きく作ってもらっても構いません。ただ電車だったりとかお持ち帰りされる際に、ぐたっと他のお花が、この子はドライになるから持つんだけれども、他のお花を長く使うとちょっとこうくたっとしやすくなってしまいますので、今日は切り分け方法、逆にこの大きいパンパスを小さく使うっていうのを、レクチャーしたいと思います。この根元のところに巻いているこの葉っぱをめくっていきます。そしてこのパンパスの枝分かれ、はい、軸探して、軸を探す、こんな風に、はい、右左右左って分かれてますね。ね、見事に分かれてるから、これを一番下のところでカットします。2つぐらい穂が出てたら十分です。そしてここの下のやつを1つ2つぐらい外しておいてください。花を束ねる時にもしここが隠れてしまいすぎるようであれば、ここも取りますけれども、使えるかもしれないので、引き算しすぎないように
まずは2節ぐらいで結構です。はい、この皮をめくっていただいて、はい、1つ2つ、これぐらいね。こういうふうにブーケの中で右左に急に角度がついているっていうふうに使うと格好が悪いので、お花であるとか葉っぱでちょっとこういうふうに立たし気味に使ってあげるんですね。なのでいつもみたいにこう飛ばすっていうようなところでこのパンパスを飛ばす、ここを出して飛ばすんではなくて、ちょっと下げ気味にして2つで1つというような角度に使います。はい、では1つ2つ2つから3つ外します。そうすると4つのパーツに分かれるんですね。はい、では束ねていきたいと思います。アナベルを持っていただいて、アナベルの中にまずこの中心、フォーカルポイントといってグッと引き付けポイントの部分にリシアンサスのしっかりとしたお花の部分、あんまり高低差がつきすぎていなくって、でも一輪タイプでも OK です。一輪のものをググッと中心のあたりに入れていく。そしてギュッと引っ張っちゃうとアナベルが折れるから、しっかりとここを空間を開けてあげて、スライドさせてポコッと入れ込んであげるね。でこの横に何色が来たら綺麗かなっていうのを計算していって、このサマースノー、サマーホワイト、はい、サマーホワイトを横にキュッと持ってきてあげます。この時にこのエキナセアっていうのは花びらがこう下に向いてスカートのようになっているんですね。で横から見た時にはそのスカートが見えるんだけれども、上から見た時この卵みたいな感じ。この花びらがもし綺麗であればちょっと傷ついてたりすれば見せる必要はないんだけれども、例えばこういうまた上からスルスルスルっと入れていただいて、このアナベルにふわっとスカート広げてあげる感じにすると一気にホワイトが出てきてとっても可愛いですね。ほらね、全然違うものになるでしょ。なので活かせる部分は最大限に活かしていく。はい、でこのセダムのちょっとポコポコした節はカットしてください。きっちりと何もない状態で、このセダムは、お花が咲いていない状態の時にはグリーンです。でグリーングリーンになってしまうとちょっとぼやけちゃう感じには見えるかもしれないんですが、数日経てば必ずこのピンクが濃くなってギュギュッと全体的に淡いピンクが咲いてきてくれて彩りになるので、もしこのアナベルで形がちょっと変わってる、ボコッとしてるなっていうようなところがあれば、そこにギュッとこう潜めてあげる感じ。そしてこの球体を完成させるように入れていきます。そうすると形がほらフォローできましたよね。はい、で、リコリス、リコリスはこっちの卵じゃないね、エキナセアの何でしたみんなに頼るって言うサマーホワイトサマーホワイトの方に入れるよりも色のコントラストとしてはこっちやんね。はい、紫のこのパープルに合わせていきます。はい、そしてここでほらキュッとちょっとアナベルを持ち上げた感じ、そうするとここがまたほら足りなくなるでしょ。その時にこういったギュギュッと形しっかりしたものをキュッとも押さえてあげる、グッと顎を上げてあげる感じでホールドしてあげてください。でこの、段差があるものは中央の部分に入れてしまうと分かるよね、内側が全く見えなくなっちゃう、一本しか見えない。なので外側に持ってきてあげると花瓶の外にこう溢れ出るようになってくれるので、しっかりと、入れていってください。この辺ね。そして入れ忘れが、でもアリブーケレッスンの時はいつもないですもんね、入れ忘れねこの穂が上から下までたっぷりあるものは外側に来ると外にここの流れが見えるんですね。でこれを外に持ってきてもいいんだけれども、このトップはもったいない、下まで綺麗にあるから。なぜならこれ真ん中とかに入れちゃうとここしか見えないでしょ。なので、真ん中の部分に持ってくるのはこっち、カットしているものを持ってきます。そして見えるかな、こういう感じで
右左に流してあげて、そしてほわっと挟んであげる。さっき言ってたこのベロッと V っていう状態で使うんではなくて、ちょっとだけ、フォローしてあげる、押さえてあげる。そうすると自然と上に上に伸びた印象になります。ここがでもちょっとこうなってるでしょっていうのはなぜかって言ったら、少しこれが長いからちょっと控えてあげましょう。そして中に入れてあげれば自然な一本のように見える。わかる？はい、この間間に入れていってあげましょう。軽やかに入れていきます。そしてここグラングランしているところにキイチゴしっかりとホールドしてあげて、はい、外側にリシアンサスが見えるようにちょっと中に入れ込んであげて、はい、スモークグラスも隙間隙間に入れていきます。軽やかに。でこの時にパンパスグラスとあんまり被らないようにね、ちょっとやっぱり多いので1つ2つぐらい取ってあげて、バランス的にはトントントンと三角形を描くように中央にあるのと外側にあると綺麗かなと思います。はい、ではここしっかりと引き付けポイント作ってるので、その周りにもこのエキナセアのサマーホワイトもう10回ぐらい言わない覚えられへんかもしれないをまたここにふわっとスカートを広げてあげて、ちょっと高低差つけて入れていきます。はい、今日の、爽やかな、ブーケ、秋をでもちょっぴり先取りした、何ブーケにしよう、最初なんて言ったかな、もう忘れちゃったけど秋の終わりやね、秋の終わり、あれ秋終わってない、夏の夏の終わりと、そして秋のね、あの楽しみが詰まったようなブーケです。はい、では今からみんなで束ねましょう